ットネイチャーステーションの一階にあります、ラウさんっていうビーズ屋さんに来ます。芸術的な感じ、タチオの形してる、本当にすごい、一個一個がすごいおしゃれです。これはやばい。この色はどういう、あの色は天然の色です。そうなんだ、はい、ここは天然のあれなんだ。そうですね、はい、かわいい、本当にジューシーで水に仕上げられる天然成分 100% です。でもお部屋にあったハンドソープですね。部屋と同じやつだ。これはシャンプーで、これじゃなくてボディーソープ。かわいいね。なんかパッケージが優しい感じでかわいい。これもこう植物性由来のね、オレンジとゆかりの香りだった。同級生、ママ同級生です。あ、そうですか。マキタと申します。この部長。そうですね。でも、ハモリを。すごいですね。すごい。こちらこそ。ありがとうございます。やばい、なんだ。海の噛むほど牛肉の旨味が広がり、ロードのオリジナルスパイスの味と特製ブレンドソースがまろやかな酸味がやめつきなと思いません。お肉漬け込んでたので、通常のビーフチャーシューよりも、本当にしっとり感があります。ちょっと買ってみようかな。めっちゃ似合いそうで。ヘルシーだそうです。負け好きにたまんないのばっかり。チーズたまり漬けです。これ美味しいやつだよね、これ。先生、あー、うまいやつ。ブルーベリーのソングリア。なんかおしゃれやハーブとか入ってるし。めっちゃ可愛い、このパッケージ。ハロー、トニー、ミミンタルチーズ、ハスピース。なんか美味しそう。それがピンとしてる。大豆のフムスとか、ビーガンポイントとかも栄養満点で、フムス食べれる。炊き込みご飯とかあるよ。美味しそう。京たけのこ混ぜご飯の素。美味しそう。マヨネーズカレー。絶対美味しいよね。コーヒー入れるような感じでこうコクが出たりとかするのかな。すごい美味しそう。このゴルゴンゾーラだって。もうレモンクリームチーズジャム。絶対美味しいやんこれ。全部。ビーチリコミコパンケーキミックスだって。かわいい、ピンクのパンケーキ、かわいくない？かわいい。これ買っとこうか。かわいい。これ、すごい美味しかったよ。クリーム、クリーミーで。めっちゃ美味しかった、これ。他にもこんな種類あるの知らなかった。デミグラスソース、カレールーク。カレールーク買ってみようかな。全然気になるね。爆買いやね。どうりですね。ゲットにしてよかった？どうか。豆乳クリームバター？何それ？いや、でも安心かも。結構バターって、なんかね、いろいろ気になるっていうか、どれがいいかわかんないかったですから。で、これはメープルだって。パンに塗るからメートルでもいい。ただの中で。すごい。食材をレトアップだけで鮮度保持、栄養保持効果。だから野菜とか生ものが保存できると、結果的にゴミが減る。これなんだろう、これってそうめん？ほら。かわいすぎる。いろんなのある。なんかさ、一瞬モンブランに見えるんだけど。サクサク量、量。これギフトにめっちゃ良くない？ねえ。戦争と、でも京都って戦争とのイメージすごいある。めっちゃ美味しいよ、これ。結構探してるけど、意外と売ってなくて。だしプレッソ。化学調味料で、食品を一切加える。
大豆三八牛のみを使用。フォルガのクリーメン。フォルガン。雑穀の麺だ。美味しそう。グルテンフリー、ヴィーガン対応。すごいね。猫のも見るだけでめっちゃ美味しそうや。見た目がもう美味しそう。これ、すごい美味しかった。食べたい。お米に混ぜて炊くん、炊いててうちは、めっちゃ美味しくて、これ買いたい。なくなって悲しかったっていうのがあるし。大豆をポン菓子みたいにポンってつけて、そう、子供とかにいいですね。これもう、そのおいっ子めいっ子もこれ大好きで、買ってこいと言われます、いつも。私が食べたいけど。食べてください。本当に美味しいんで。子供人たち行こう、一が。あと、どちらから京都ではない。有名な人は、日本で行って朝すいません。めちゃめちゃ日本語あの、京都出身のあの、テレビとかにも出ているタレントでございます。ぐるっと回ります。手はこういう方は、どなたですか？天地のぶと申します。のぶさん。はい。のぶさん。京都グラノーラ工房と申します。お店がないところなんです。基本的にはネットなんですけども、ここに ありがたいことに出させていただいてまして、こだわり抜きました。商品です。グラノーラ。グラノーラなんですけど、あともう乳製品もグルテンも一切使用しておりません。よろしければお味見やすく。こちらね、熟成仕様のテーブルナッツでございます。美味しい。美味しいでしょ、これね、あの、砂糖ではなく上品なメープルなんですよ。そう。ほんでね、うちのメープルはね、最高級のメープルしか使わないので、めちゃくちゃ芳醇で、上品な方。柔らかい。そう。これはね、食べやすくしてるんですよ。あの、触り方でも食べれるように。ご覧の通り、このラズベリーが全部うちで手切りで細かーくカットして入れてます。だからいいサプライズ、お口の中に入れてます。なるほど。この下に置いてある、あの、プレーンの、一番王道なやつ。あと、メイクのナッツクラッカーの背中が。歯応えもいい。チョコばっか食べてみたいぐらい美味しい。それなんですよ。めっちゃ食べた。完成しました、うん。ここに細かいのは全部入ってて、大きいのは一つ一つ入っております。その次回かな、ご紹介したいなと思います。皆さんもぜひ、グッドネイチャーさんの1階のマルシェに、ヴィーガンとかオーガニックのものがいっぱいあるんで、ぜひ来てみてください。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。バイバーイ。